はい、サンティスラーイングリッシュです。今日も DMM 会話やってきました。2レッスンやってきてですね、今日ついに、英会話合計時間3000分になって、やっぱりシルバーの次はゴールドだったんですけど、ゴールドランクにアップしました。次のランクアップはあと3000分ということですね。あと、まあ、倍やらないとランクアップしないっていうことなんですけど、なんか思った以上にゴールドランクになったというのは嬉しいです。3000分っていうと時間に直すと60で割るから3000割る60で50時間、うん、なんだかんだ50時間やってるみたいですね。で今日は、過去完了の進行形と、あとはレポートの形式の話し方っていうんですかね。レポートっていうのは 誰かの言ってることを伝言するっていうイメージですね。で過去にレポートでやったのは現在形に限ったレポートだったんですけど、今回はちょっとまあバージョンアップしてて、過去に起こったことのレポートについて、レッスンしました。やっぱレポートは前回もちょっとややこしくて自分の中で消化しきれなかった、しきれてなかったところなんですけど、さらに過去形ってなって、ちゃんと使いこなすにはちょっと時間かかるかなっていう感じですね。まあとにかく今日は3000分達成したので、まあ嬉しかったというご報告になります。はい、じゃあ今日は以上です。